はい、おはようございます。前回ね、ララを殺しちゃったよー。やだ。で、さらに悲しいことにね、アイテム売ろうと思ってもこいつが商売する気ありません。なんかね、商売するよりね、なんか私に気持ちをぶつけたいらしい。ありがとうって気持ちを。だからしょうがないからさ、アムロの、アムロじゃねえや、ガンダムの魔法でラクロワでも行くか。でみんな預けちゃおう、めんどくさいから。はい、着いた。で預けます。売るのより預ける方が楽だよね、きっと。よし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 。なんかガンダムって言おうとするとアマロって言っちゃうよね。まあきっとあれだ、 RX78 に乗ってたのはアムロだからだ。ガンダムのターンで中いらない。じゃあ行こっか。ここに悪いやつがいると思うんだ。これはスライムかな。話す。ピーピー。え、ついてこいだろ。ついてこいじゃないの。何もない。ピースケだろ。幽々白書で見たぞ。なんだか広そうだな。話す。私をもらいに来たのか。サタンにいいように使われ、最後はこのざまだ。ねえ、ララーのこと言わないでおいてあげた方がいいよね。いいのに、ララーのことなんか喋んなくて。牢屋の左上の隅。いや、殺したのは私だよ。牢屋の左上の隅。あった。じゃあ、早速装備しよう。今、101ね。お、上がった。すごい。わ、すごい。これが、わ、すごい。めっちゃ硬いじゃん。行ってみよっか。あ、扉だ。扉だ。レベルアップ。ねえ、さっきのフロア右行った方が良かったかな。見てなかったよね、右。なんかあったかもしれないね。まあいっか。なんかあった。鋼の斧。
れないのはキャノン。151。あ、すごい上がった。これでいいのか。うん、またアイテムだ。うん、レベル上がった上がった。なんか魔法覚えたの？何の魔法か見えなかったけど、まあいいや。あれ、魂の玉1個持ってなかったっけ？怪しい。この部屋は怪しい。あ、なんかいる。通せんぼされてる。敵が現れた。これは多分強いやつだぞ。あ、ササビーだって。スパンタンクは、アンモードは、ミノフスでいっか。お、力上がった。やばっ。あ、倒せた。弱かった、ササビ。宝箱だ。力の盾を発見した。待って。力の盾を。え、ガンダムしか使えないんじゃん。はい、力の盾を受け取った。うん、これでいいかな。魔法のルビーを発見した。何なんだろう、魔法のルビーって。やめよう。一回使い切りアイテムだったら怖いもん。回復はしたかな。右で。
しいよ。よし、じゃあ行くか。頼もう。多分ボスだよね。あ、ボスっぽい。今私コントローラー押してないけど勝手に歩いてます。つまり強制イベントです。シャア、シャア、なんでこんなとこいんの。この地を共に支配するのか。世界の2分の1くれるってやつ。もう少し利口かと思っていたが。ならば消えよう。サタンガンダム、バンタンクはディフェンス使って。ディフェってディフェンスのディフェじゃないんだよ。ミノフス使った方が良かったかな。じゃあ魔法を使わないようにミノフス。気を失った。ナイトガンダム目を覚ました。自分を回復。アムロの自分を回復。回復間に合ってよかった。お、すごい、結構入ってる。アーマー、アーマーって防御だよね。自分をまず生かす。ガンキャノンはこれでいいや。ガンキャノン使えないよな。ミノフス魔法が厄介だもんね。あ、回復しやがった。でもいいよいいよ、全然いいよ。回復だったら全然いいよ。よし、もうこいつ魔法使えねえぞ。で、攻撃力がさ、すっごい強かったら嫌だよね。で、魔法で自分を回復。あ、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 ガンキャノン選んじゃった。あ、倒せた。2500。魂の玉が入ってた。欠けた石板3つ集めるんだっけ。あ、欠けてない石板になったんだ。誰これ。セーラ、セーラさん。
魔物だったの？お兄ちゃんしっかりして。私はサタンガンダムの魔法で姿を変えられていたのです。魔王が死んだ今その魔法が解けたのです。死んだんだ。私が死んだだと、ウエスキで我が滅びるとでも思ったか。ね、ララ復活してほしい。石板を使った。ガンダムの装備している三種の神器が真の能力を発揮した。そんなものを身につけようが結果は同じだ。よかろう、我の本当の姿を見せてやろう。お、第二形態来るか。あ、ゴテゴテしてる。セイラさんが仲間になったよ。ワンタンクが、アーマーで防御を、まず自分ね。ガンキャノンめんどくせえからいいや、適当で。で、魔法で、ミノクス、ブラックドラゴン。なんかエビみたいな名前。混乱しちゃった。あ、セイラさんかわいい、帽子かぶってる。ミスった。ジャガンダムが戦って、ガンタンクが、アーマーをアムロにかけて、ガンキャノンはめんどくさいから気合いでよくて、アムロは自分を回復。セイラさんは死んでもいい。適当でいい。これ何回攻撃？ガムの死にそうだな。よし。うん、いいね。ワンタンクが。アーマーを、アムロにかけて、ガンキャノン、これでいいや。アムロが、ガンタンク、セイラさんは、意識ある。ちょっと、よし。いいね。お、当てた当てた。混乱してるのも当てた。えらいえらい。ガンタンクが、ガンキャノンが、よし。アムロが、ミノクス。セイラさんが、ガンキャノン。
が1から8上がったって。バカじゃねえのガンキャノン。ガンキャノンがヤムロか、いきなりガンダムシーリーさんやリビアヤムロ。危なっ。うわ、ガンダム死にそう。ガンキャノン。あー、ガンタンク死んじゃった。セイラさん死んだ。防御でアムロがアンキャノンだよね。気を失ってこのターンお休み、ずっとお休み、ずっとお休み、やだよ。ああ、死んだ。あ、倒せた、やった。ああ、7500、すごい。うわ、めっちゃ上がった。ナイトガンダムは炎の剣をブラックドラゴンの欲望性に突き立てた。ブラックドラゴン、そんなバカな。これで勝ったと思うなよ。ブラックドラゴンと一緒に炎の剣も消え去ってしまった。これでララーの胸も晴れるだろう。ごめん、殺したのは私たちです。だが私にはまだやらねばならぬことがある。さらばだ、ガンダム。セイラさんどうすんの？さあ、我々も帰ろう。ジムスナイパー、ガンダム大変だ。クロアが伝説の巨人に襲われた。第一章終わり。冒険の記録書き込みます。うわ、頑張った。ボス倒せてよかった。